小泉ったら勢いだけで。一人だと危ないのに。ちょっと、さくらがそれ言うの？えへへ、そうでした。今はみんなで力を合わせて、あの暗黒卵をなんとかしないとね。アニャちゃん、暗黒卵って何？え？あの物体のことよ。そっか、いいんじゃないかな。なんだか微妙な反応ね。コズミちゃんに追いつきそうだね。危ない目に遭っていないといいけど、いざという時はよろしくね。思いがけずいいものが手に入ったわね。慎重ね。回復の心配は無用かしら。と、合図！みんなー！ヘルプミー！ヘルプミー！コズミちゃん、本当にもう一人で行くから心配したんだよ。サクラが言うなし。合図をお願い。
強敵だぞ。また少し世界の姿が見えてきたな。おへえ、九死に一生だったし。自業自得よね。他の破片は？何言ってるの。一人じゃ危ないからすぐに追いかけてきたのよ。間に合わなかったら本当にもう。そっか、ごめんだし。私、早くこれを集めたくて。なんとかキューブって言ってたよね。キューブ。私の世界のエールだし。じゃあ、あの暗黒卵もコズミの世界から？あっちは見たことないし、クレイにも相談したいし、ラボに戻ろう。なるほど、これはコズミの世界のエールだったのか。うん、エールが存在するってことはさ、私の世界完全には消えてないってこと？もしかして帰れる？残念だがそれは難しいな。シートリアではコズミのハッシュワールドは観測できなくなっている。観測できない場所にハッシュゲートを作ることはできない。そんな。すまないね。だが事実エールは存在したんだ。何かしらの可能性はあるだろう。コズミ、悪いが今は最後の破片を急いで回収してきてくれ。はあ、コズミちゃん。コズミ、今回はラボで休んでていいわよ。うんうん、行こう。コズミ、本当に大丈夫？無理しないでね。心配すんなし。さ、早く行かないと。ね。残念。私の世界に帰れるチャンスだと思ったのに。思えるだけいいか。アニャちゃん。ええ、無理してる感全開ね。よし、いいぞ。今のエールの復元率は 50% を超えたな。順調だな。その調子で敵を倒してくれ。
言を確認した。よくやった。待って、コズミ。二度あることは。また合図。しかも一体じゃないわね。こんなー、いつも私の邪魔ばかりして。何体来ようが負けないし。ギタギタにやっちゃえ。強敵だぞ。よし。乗っているね。いいぞ。目を狙え。よし、いいぞ。目を狙え。よし、いいぞ。いいぞ、その調子だ。さすがだな。エールの復元を確認した。よくやった。よし、これでまた少し世界の姿が見えてきたな。私がいた世界、消えてないかもなのに。コズミちゃん、エールがあれば私の世界とつながるかもって思ったのに。でも希望はできたじゃない。クーさんも言ってたように、これから手がかりがつかめるかもしれないわ。そしたらきっと帰る方法も見つかるよ。だから一人で抱えないでね。また、さくらが言うなし。うん、そうだね。よし、なんかやる気出てきた。
うん、お互い様だよ。ありがとうだし、なんかこういうのムズムズする。私たちなんだか友達っぽい。コスミちゃんひどいよ。私は最初から友達だと思ってたのに。おう、ごめん。てかありがとう。コスミの世界とはつながれなかったけど、大事なものがつながったみたいね。さあ帰りましょう。全ての破片が集まったようだね。ではこれを一つに復元しよう。できるの？無論だ。僕たちシートリアの技術にかかればね。やった！少し時間がかかる。待っていてくれ。やったぞ！これがエメトキューブ。うん。どういうものなの？私の世界ではいろんな動力に使われてた。恒星内元素合成を超小規模でする感じの。とにかくすっごい塊だし。なるほど。莫大なエネルギーを自ら生み出すエールか。合図も取り付けないほど強い力を放つとはね。うん、わかった。わかったの？すごい。私全然わかんない。よし、このキューブを僕たちの切り札として活用する。ちょっといいかな？どうするのかしら。まあ信じて待つし。そうだね。よし、エメトキューブを打ち出せるよう回収した。ビームがダメならキューブを直接叩き込み破壊するまでだ。勝負は一回きりだが勝算は高い。きっとできるはずさ。すごい。私のキューブは。すまない小ズミ。ああしょうがないし。強引だけどやるしかないわね。頑張ってね。ハミ、卵がいる公園にみんなを案内してくれ。では君たち、大事な戦いだ。よろしく頼んだよ。はい、了解。希望をつないでくれ。エメトキューブを打ち込むのか。